瀬戸田市民会館尾のみち市瀬戸田市民会館は、広島県尾のみち市にある文化活動目的に使用される複合施設。公民館、多目的ホール、老人福祉センター、多目的研修施設、図書館からなる複合施設。目の前には、瀬戸田町観光協会がある。1970年代に入ると、西瀬戸自動車道建設が本格化し、 陸地島に船以外にも車による観光客を見込める状況になった。そこで、豊田郡瀬戸田町は地域活性化事業の一環として文化によって人を呼び寄る構想を立ち上げた。瀬戸田中央公民館を改築し日本有数のコンサートホールを増設、構造寺及び構造寺博物館、サンセットビーチシトラスパーク、平山行く美術館、陸地島全体を美術館に見立てる。 町を飾る彫国軍とともに、陸地島の目玉施設とする計画を立案した。1986年2月、瀬戸田町合併30周年記念に会場。多目的ホールは、ベルカントホールと名付けられた。ちなみに、1989年会と島の博覧会開催も、追い風となり陸地島への観光客は増加。これにより、他地域では、 地域活性化のモデルケースとして評価されている。2006年、瀬戸田城が市町村合併に伴い、尾道市へ編入、それに伴い、尾道市が管理することとなった。ベルカントとはイタリア語で、よく響く歌声という意味。ホールのプロデュースは、ミキケンジ、名誉館長に、アレクシス・ワイセンベルク、小出晋也、石井よし子ら有名音楽家に気に入られたこともあり。 数々のコンサートを企画されている。ありがとうございます。